はい、トーマです。こんばんは。ついにね、ドラマティックストーリーモード、エピソードオブニューヒーローの方ですね。こちらのセネガル戦というところまでやってまいりました。予選リーグ第3試合と。まあ、前回ね、4時間分のデータっていうのを10分にまとめて、ご紹介したんですけれども、まあ、正直、予選リーグ第2試合終わって、第3戦来るまでに4時間、まあ、正直4時間以上経っておりました。まあ、ストーリーとか、しっかり見てると、本当非常に内容が、濃厚なので、その辺で時間使うっていうところも若干ありますけれども、まあ、その辺サクサク行けば、まあ、どうだろう、1.5 倍か2倍ぐらい早くはたどり着けるのかな。まあ、その辺は一回やってみたいなと思うんですけども、はい。で、今回次戦うのセネガルなんですけれども、この辺からね、ちょっとしっかり、ちょっとね、細かいところまで見ていきたいなと思うんですけど、まずセネガルのこの今表示されてる選手、この選手サンゴール君って言うんですけど、サンゴール君とあともう一人黒人のね、黒人って言ったらあれですけども、肌の黒い、ジャロ君っていう、選手が出てくるんですよね。で、今回、このプレステの、バンナムの、プレステのゲーム、まあ、スイッチでもありますね。バンナムの今回のキャプテン翼ライズオブニューチャンピオンズの方で初めて出てきた国になります。まあアメリカとセネガルっていうところがあるんですけど、まあそのセネガル戦といったような形ですね。で、まあサンゴール君どういう子かっていうと、非常にテクニックが優れてて、で、チーム思いのような感じのキャラクター設定みたいです。で、まあただ、セネガルの監督が、すごいなんかフィジカルみたいな、フィジカルとスピード、そしてまあジャンプ力とか、まあそういった身体能力推しの監督で、あまりサンゴール君のことをよく思ってないんですよね、このセネガルの監督自体は。はい。なので、なんかすごいギスギスしてるというか、まあそういったような、内部設定みたいなのが、あるらしいです。この辺はね、ちょっとホームページ見て確認したんですけども。で、逆にジャロ君はですね、非常にもう監督が、目つけてる、すごい注目してる選手っていうような設定で、で、ジャロ君とサンゴール君自体は、非常に仲が良くて、で、セネガルを、初めての国際大会だけど、頑張っていこうねっていうような、話をしてると。で、ジャロ君もね、サンゴール君の技術っていうのはきっと世界に通用するよっていうようなことも言ってます。はい。だからサンゴール君はね、スピードとかジャンプとかそういうのができないんだけども、最高のパスを出すよと。まあそういったようなのがね、ホームページのエピソード0っていうので確認できますので、まあこのキャラクターたち誰かなと思ったら、キャプテン翼、ライズオブニューチャンピオンズで検索してもらうと、バンナムの本、まあ作ってるホームページ、この公式ホームページ出てきますんで、まあそちらの方で確認していただけるとすごいわかりやすいなと思いました。まあ単純にこのエピソード0とか読んでると、それだけでも全然面白かったんで、この辺を確認していくとまた一つ面白いのかなといったふうに思いました。はい。はい、それではセネガル戦臨む前に育成メニューやっていきましょう。まず、選手育成ですね。選手育成見ていきたいと思います。で、ちょっとずっとおろそかにはしちゃってたんですけど、チャレンジミッション。こちらも後で確認してみたいなと思います。まあ、この辺は、このままでいくかな。はい。シナリオチャレンジですね。チャレンジミッションのやり方。シナリオチャレンジ。で、シナリオチャレンジ、なんかいつまにかサクセスにはなってますね。調合戦術眼。はいはいはい。あ、まあ、達成報酬としては、称号とプレイポイントみたいですね。今回の場合においては。で、あ、スーパーシュートムーブっていうのが、このチャレンジ4とかチャレンジ5、チャレンジ3とチャレンジ5にはついてますね。ミスギクのスーパーシュートムーブ、スカイロケットボレー。めっちゃかっこよさそうじゃん。何これ。これのチャレンジ内容っていうのは、各試合でシナリオチャレンジの詳細を確認できますと。まあ、これはもう試合を進めながら、シナリオチャレンジクリアしていって、スーパーシュートムーブゲットした方が絶対いいと思うんで、そちらはやっていきたいなと思います。では、セネガル戦行ってみましょう。向こうは2連敗してもう予選敗退が決まってるんだろ。俺たちはそのイタリアとオランダに勝ってるんだし、まあ余裕で勝てるんじゃろ。石だけ油断すんなよ。ほら、あるよ選択肢に。ちゃんと選択肢にある。今の俺、油断していい相手なんて一つもない。一瞬の気の緩みで全てを失うなんてのは
サッカーじゃよくあることだぜ。どうだぞ石崎。みんな聞いてくれ。どうした翼。俺たちはすでに決勝トーナメント行きを決めている。だからこの試合はそれほど重要じゃないって思ってる選手もいると。だけど俺たちの目標は世界一だ。今日トーナメントに行けばもっと厳しい戦いが待っているに違いない。その前に気を緩めるのはいいことじゃない。そうだね。そうだ、一度気を緩むと力が抜けてしまって、それを取り戻すのは思っているよりも難しい。だからこの試合も全力で戦って、そして勝つ。みんな勢いをつけて決勝トーナメントに行くぞ。本当ね、なんかあの中学生とか小学生の子たちにやってほしいなと思ってて、結構いいこと言ってんすよね。部活とかその何でしょう、いろんな辛いこととかある中で結構元気もらえるようなこと言ってるんですよね。何言ってるんだ。お前は何も悪くない。悪いのはあんな単純な戦術しか組まない監督さ。あんなの世界で勝てるわけないんだよ。そうだろ3ゴール。うん、僕もそう思うんだ。よっ、みんな揃ってるな。今日の相手は日本。ここまで2試合勝って勢いに乗っているチームだ。だが身体能力はそれほどでもない。つまり我々とは相性のいい相手だ。今日こそセネガルのスピードサッカーの威力を世界に見つけてやれ。返事はどうした。はい。ギスギスしてんな。うちの選手たちが世界的に優れているところはだ。それは足の速さとジャンプ力です。ならばゴール。身体能力はみんなより劣るが、チームナンバーワンのテクニシャンとしてお前が果たすべき役目は何だ。チームメイトの良さを引き出して試合を作ることです。そうだ。だからこそ私はこの戦術を組んだのだ。でも何か文句があるのか。いえ。ナイトでも持ってるのかよ、チャーロ。サンゴール、キャプテンとしてみんなに気合えてやれ。はい。みんな今日が最後の試合になるけれど、最後まで僕たちらしく戦おう。そうだ、それでいいんだ。それじゃあ私は先にベンチに上がっているからな。まあやっぱ上司がダメだとダメになっちゃうんでしょうかね。なんでしょうね。3ゴール、なんで言い返さないんだよ。まあもちろんね、しっかり監督とかに意見してチーム良くしていこうっていうね、ところもあるけど、みんなは本当にすごいから、だから僕がみんなの良さを引き出せれば、それをねうまく言えないっていう人もいっぱいいると思うしね。だからみんなで頑張ろう。3ゴール。今日は予選リーグ3回戦、日本対セネガルの一戦が行われます。はい、予選リーグ最終戦ですね。やっていきましょう。君がキャプテンだね。今日はよろしく。うん、よろしくお願いします。今日は勉強させてもらいます。勉強なんてそんな、お互い力を出し切って試合をしよう。3ゴール。お前の本当の凄さはサッカーを始めた頃からずっと一緒にやってきた俺たちが一番よく知ってる。お前のテクニックは世界の誰にも負けやしない。俺たちが必ずお前を輝かせるからな。
はい、グループ振り分けやっていきましょう。この辺から、まだちょっとわかんないですけど、シャッフル機能はずっと取っといてあるので、これはもう一回使っちゃうと最後まで復帰してこないので、できれば、取っといた方がいいのかなといったような感じですね。サンゴール君 1.7、1.5、なるべく倍率の高そうなところを選んでいきます。この辺はおそらく運になるので、そのエリートプレイヤー作成していく中で、ここの引きっていうのも一つ大事な部分なのかなと。では始めていきましょう。だいぶ掴んできたんで、順当に勝って、ノーリトライボーナスを狙っていきたいなと思います。大観衆が見守る中、注目の最高。毎回日本がね、一応前半先制というか、前半マイボールからスタートすると。早いな、確かに。おお。行くよ、カマラ君。ボールを奪うことができません。長い距離のスルーパス。確かにキーパーちょっと緩い。これね、近づきすぎるとキーパー出てきちゃうんで気をつけないといけない。よし。おお、キャッチしてくる。パントキックで大きく蹴り出した。ここです。この野郎、何、ちょっと間に合わなかった。いや違う、タックルだったか。もう一回見せ。ああ、発動できなかった。足りないか。これがタイガーゴー。これはキャッチでかい。というか、おい、ここは抜かせません。早くもトーマ、トーマ、トーマ。試合の行方はまだまだ分かりません。ソラ、ソーダ君、ソラ、ワンタッチで送る。足りないか。翼君、ここからチャンスを作れるか。チャンスが決まった。それ、燃えたし、ここだ。あらわすようなドリブル。ここから打ってきた。ああ、入んない。外してしまった。全日本、これを得点に結びつけられるか。翼君、この世界のものにできるぞ。はい、ボレーに関しては四角を押しっぱなしで大丈夫です。ワンタッチで送る。タケシ。センタリング。あと、ドリブルは見送る。イッタ君、クロスに当てていく。なんで枠いかないんだろう。ロングボールを送る。やっぱりダメだ。さあ、ゴールデンコンビ。はい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 。あはは、ダメだ。この後が続かないんだよな。スライディングでトラー。スライディング、もう一段ギアを上げてきたぞ。おー、ノーマルシュートで入っていった。よし、決めたぜ。パスを受けた。最後、パスを待つ。パス、何？激しいタックル。いけたい。石崎君、ワンタッチ送る。澤田君、ここは勝負を避けた。
ヒューガ君、センターラインを越えて攻め込む。スライディングで止めた。ダッシュで避けなきゃダメなんだな。素早く動き、チャージが決まった。次はスマホどこだ。それ止められない。ジャブ一番かわした。一冊のシュートを放った。ゴールを乗せるぞ。アーメン、ボールはまだ生きている。ヒューガクロスは通るか。さあ、ゲアンアディショナルタイム突入。ヒューガ追え、ヒューガ追え。流れで前半を終えたいところ。よし、ヒューガ君、激しいタックル。センタリングを上げた。アーメット君、ゴールを守った。パントキック、どこまで運べるか。このね、拾い方がいまいちわかんない。よし、なんとか前半は1-0 で折り返し。これまた後半から強くなるパターンじゃないかな。どうなんだろう。イタリアの時ほんとめちゃくちゃ後半から強くなったんで、オランダはまあそんなことなかったんですけど。自分の味方を使うようになったら状況は一変するかもしれないぞ。これは 1-0 のままだとちょっとしんどいかもしれないな。身体能力では圧倒的にこちらが優位なんだぞ。それ引き出すのが3ゴール。お前の役目だろうが。すみません。おい、いい加減にしろよ。なんだ。自分の戦術のまずさを選手に押し付けるな。今、何と言った。何度でも言ってやるさ。あんたのサッカー勝てないんだよ。ちょっとチャロ、止めるな。今日という今日は言わせてもらう。監督、俺たちはあんたのやり方にうんざりするんだよ。自分の思い込みで自分のやりたいことばっかり押し付けやがって。なんだと。俺たちは他のことだってできる。俺たちにだってやりたいサッカーがあるんだ。何を言っている。テクニックが未熟なお前たちに他のサッカーの。そう思うのはあんたが俺たちを何にも見てないからさ。そうだろみんな。そうです、ジャロの言う通りです。俺たちをバカにしないください。お前たち、どうせこの試合が最後なんだ。後半は好きにやらせてもらうぜ。3ゴール。後半はお前の考えで俺たちを使うんだ。ええ、これまでは俺たちの動きにお前が合わせてきた。今度は逆だ。お前の動きに俺たちが合わせる。お前のテクニックと戦術眼ならもっと俺たちうまく使えるはずだぜ。そうさ、ミリゲームでめっちゃ信頼されてるやん。ファンゴール、いやー、でも俺たちはちっちゃい頃から一緒にサッカーしてきた。だからお前の力は俺たち一番よく知ってる。お前は俺たちとは違う。だから自信を持て。お前は絶対にすごいんだ。最後くらい俺たちの力をみんなに見せてやろうぜ。ジャロ、分かったよ。みんなが僕を信じてくれるなら僕も頑張ってみるよ。3ゴール。よし、みんな後半はいつも通り行くぞ。俺たちのキャプテンはすごいってことを世界に見せつけてやろうぜ。まあそのセネガルとかね、アメリカが追加された時は原作的にどうなっちゃうのかな、世界観的にどうなっちゃうのかなと思ってたんですけど、ちゃんと再現されてる。新しいメンバーとしてしっかりキャプツバっぽいストーリーとしてね、すごい心温まるストーリーが再現されてるなっていうふうに思いました。いや、本当良かったです。さすがボス。テクニック勝負では負けられない。横にかわして突破。翼くん、スルーパスを狙う。翼くん、スペースにパスを出した。
終息を切った突破で鋭いドリブルで抜け去る。新田君シュートを放った。パントキック、どこまで運べるか。ジャロ君このボールをコントロール。チャンスが決まった。パスを出します。ドリブルでボールを運ぶ。これは全部だ。ネオタイガーショット止まっていく。でもゲージは半分削ってるんでだいぶ強いですね。もう一回打てば入りそう。何早い。僕のテクニックが通じない。行くぞ。スルーパスを狙う。よし、キューガ君邪魔だ。連続突破で見せます。これが俺の目を押さえる。これを正面から押さえに行く。オッケー、入っていく。2点あればね、結構いけるんだよな。決めなきゃストライカーじゃねえ。よし、あ、ここでイベント入るか。僕の力じゃダメなのかな。3ゴール、もっと速くて厳しいパスは出せるか。え、それはできるはできるけど、でもそんなに走り続けたらみんなの体力が持たないよ。俺たちのことは気にするな。疲れくらい気合でなんとかしてな、みんな。サオル、お前の 100% を出してみろ。俺たちも本気の本気を見せてやる。うん、分かった。じゃあ試合再開と同時に行くよ。あ、これはイベント的に始まるのかな。ここは普通の試合なのか。そのスピード、くそ、こいつ速すぎる。落ち着け、とにかくボールを奪うぞ。よし、ヒューガを起点に。タイガーゴールを割らせません。結構ディフェンスがね、詰めてきちゃうと、うん、タックルで刈られるんで。ここで奪った。絶妙なレンジプレーを見せするか。ここでワンツーパス、狙いすましたパスを送る。さあ、ゴール前です。翼くん、シュートを放った。さあ、そうくん、翼くん、残り飛ばす。チャージ、何、カットされた。まだ抜かせません。は、センターラインを越えて攻め込む。空ばしのドリブル、勇ましい突破だ。しかも、強烈なシュート。防いだ。まだちょっとシュート力は低いか。パントキックで大きく蹴り出した。もらった。パスを受けた。じゃあ3ゴール、パスを出します。ここでパスカット。ここで行こう。全日本、ここは全力のプレー。勝利をつかみ取りに来た。翼くん、スペースにパスを出した。さあ、ゴール前です。翼くん、ゴール前に上げた。連打だ。空中での激突だ。止めてくるね。セーブ、セーブ。パントキック、どこまで運べるか。長いパスが通った。激しいタックル。ムング君、ボールを狙いに届けない。空、勇ましい突破だ。ショー君、ここは抜かせません。セバブ、激しいタックル。俺を横にパー。入っていく。まだに引っ込むよ。あと6分。カマラ君、このボールを取れ。チャージが決まった。新田も活躍して。新田君、やばい。俊足を駆使した突破だ。三崎君、そんな素早く横にかわす。このクロスは通るか。キューガ君、クロスに当たる。オッケー、ガンが入っていく。よし、決めたぜ。
ボールから結構、手を離すのを早くするのがポイントかもしれないですね。はい、ロングパスムーブから行くと、すぐ溜まって必殺シュートを打てるみたいです。はい、フェイントタックル。パス出せなかった。はい、4対0、結構対照できましたね。セネガルはそんな強くない、セネガルはそんな強くないですね。パスカットが SSS、 そんなにパスカットしてたか。チーム評価としては S ですね。4点取ったけど、早打ちの使い手を獲得しました。テクニシャンを獲得しました。テクニシャンを獲得しました。パスマスターを獲得しました。マタドールトリックを獲得しました。高速ドリブルを獲得しました。高速ドリブルってなんかすごそう。光の速さですからね。ごめん、みんな。僕のこと信じて頑張ってくれたのに勝てなかったよ。いいんだ、試合結果なんか気にするな。チャロ、どうせ俺たちは予選敗退は決まってたんだ。そこでやりたくないサッカーやって勝っても何の意味もないさ。それより後半のお前は最高だったな。日本の選手も面食らってたぜ。そうかな。でも僕のテクニックも少しは世界通じるんだね。それは自信になったかも。何言ってるんだ、テクニだけじゃないだろ。俺たちのスピードを生かす指示と正確なパスワーク、それができるのも3ゴール、世界中でお前だけだぜ。ああ、ジャロの言う通りだ。俺たちがこんなすごいサッカーできたのは3ゴールがいたらさ。今日の試合を見た世界中の人がそれを分かったと思うぜ。そんな今日の後半のサッカーできれば俺たちは世界で戦っていける。その司令塔はお前しかいない。これからも頼むぜ3ゴール。みんなありがとう。私は間違っていた。私は選手の能力を決めつけ、そう思い込みを押し付けていただけだったんだ。自分がやりたいことを選手にやらせるのではなく、もっともっと選手を見て指導をしなくてはいけなかったんだ。後半の君たちのサッカー素晴らしかったよ。セネガルサッカーの歴史は彼らが新たに作っていくに違いない。君たちの今後楽しみにているよ。さあ、予選リーグ A 組の最終戦、イタリア対オランダの一戦が間もなく始まります。勝ち点3同士の対戦ですが、得失点差の関係でオランダは引き分けでも予選リーグ突破、一方イタリアは勝利が絶対条件になります。状況的にはオランダ有利ですが、果たしてどうなりますでしょうか。どっち勝つんだろう。やっぱ、言ってもオランダかな。攻撃が心情だ。引き分け狙いなどというつまらないサッカーはしない。完璧に勝ちに行くぞ。おう。相手は絶対に攻撃的に来る。つまり俺たちとは噛み合わせのいい相手だ。勝機は必ずある。この一戦に力を出し切るぞ。おう、ルチアーノ。分かってるから邪魔すんな。集中してるんだ。すまん。
オランダの波状攻撃はイタリア王総もヘルナンデスがスーパーセーブを連発し、オランダにゴールを許さない。そして試合前半24分。あーっと、オランダ痛恨の反則。何、オランダが負けるのか。ここまで耐え続けたイタリアの初めてのカウンターアタック。ルチアーノ君のドリブルにオランダディフェンダーがたまらずエリア内で足を引っ掛けてしまいました。 PK を蹴るのはコンティ君です。コンティ、 PK だけど球浮いてたけど決まりました。イタリア先制。これで守りに堅いイタリアが試合の主導権を握ることになるでしょう。ルチアーノ、なんで俺に PK 譲ったんだよ。はぁ、あ、見せ場をやったのに文句言う気かよ。さてはお前 PK 苦手だな。うっせぇ。こうして先制点を奪ったイタリアはリードを守るべくカテナチオ体制に入る。だがそれはあまりに早かった。まだ決着つかないんだね。引いてしまったことでオランダのさらなる攻勢を呼び込み、ディフェンスラインがみるみる消耗していく。そして後半16分。ジーノー、ここで決まるのか。ついに同点に追いついた。素早いパス回しでディフェンダーの隙を突き、一瞬フリーになったクライフォール君がシュート。ヘルナンデス君も反応したが、黄金の右腕がわずかに及びませんでした。やったなクライフォート。まだだ、まだ同点だ。残り時間もう1点取りに行くぞ。みんな、まだ終わりじゃない。最後まで諦めるな。立ち続ければチャンスは必ずある。その後クライフォートの宣言通り、オランダは守りに入らずに攻め続けた。一方イタリアもヘルナンデスが飛ばした劇に応え、最後までカウンターを狙って守り続ける。だがアディショナルタイム残り2分、守備に走り続けたイタリアディフェンスの足はすでに限界を迎えていた。そしてさあオランダ、またもチャンス。ボールを持ったカイ君がサイドライン際を駆け上がる。レッセン、カイ君、逆サイドのレンデンブリンク君にパス。クリスマン、エンセンブリンク君、中央のクリスマン君に折り返す。イディアディフェンスが左右に振られている。今だ、クライフォート。あっと、クリスマン君がダイレクトでスルーパス。イタリアディフェンスラインの裏に走り込むクライフォート君に通った。これでキーパーと1対1だ。クライフォートは必ず俺の右を狙ってくる。同点にされたのは俺の責任だ。だから今回は絶対に止める。この腕が壊れようと絶対に止めるんだ。オーバー右腕、俺がもらった。クライオト君、至近距離かシュートだ。イタリアを俺の黄金の右腕舐めるな。何？と、取った！ヘルナンデス君、この土壇場でスーパー、いや、ミラクルセーブだ！ゴールを確信していたオランダの選手たら、驚きの表情で立ち尽くしている。今だ！ヘルナンデス君、素早いリスタートだ！まさか、こっからイタリア行く？もしかして。フィールド中央で待っていたルチアーノ君に通った。イタリア、
これが最後のカウンタックだ。ようやく来たか。待ってたぜ。しまった、戻れ。ただ一人攻め上がるルチアーノ君、その前にオランダのディフェンダー3人が立ちはだかる。ここは登山。てめえらみたいに雑魚に今の俺からボールが取れるかよ。なめるな。これはルチアーノ君、なんと華麗なリフティングテクニック。オランダディフェンダー3人に囲まれながらなおボールを渡さずにリフティングを続けている。まるで踊っているようだ。このバカにしやがって。てめえらしつこいんだよ。いいぞディック、そのまま時間を稼ぐ。その間にこれが戻る。ルチアーノ君が前に行けない間にクライフォード君が猛スピードでゴール前に戻った。不本意だ、引き分け逃げ切るしかない。そのためにもボールを奪っ。さあルチアーノ君の背後にクライフォード君が迫る。あーでも得失点差、あーでもそれかセネガルとの試合とも試合とかもあるから、もしかしたら日本がたくさん決めればシナリオ変わったりするのか。大きく跳ねたボールが宙に描く。これでイタリア万事休す。いや違う、ここに走り込んでくる選手がいる。これはゴール前で守備をしていた長身フォワードタルデリ君だ。しまった、そういうことだったのか。俺たちが時間を稼いでいたじゃない、あいつの方が味方が上がってくるまでの時間を稼いでいたんだ。オラ選手は全員ルチアーノ君に意識がいっている。タルデリ君完全なフリーかな。くれ、強烈なヘディングシュートだ。あイタリア勝つんだ。ルチアノ君のスーパープレーからタルデリ君の起死回生の一撃がオランダゴールに突き刺さった。まさかの事態に崩れ落ちるオランダイレブン。その中で呆然と胸を張るルチアノ君、最後のプレーはまさにファンタジスタだ。見たか、これが俺の俺たちのイタリアのサッカーだ。だいぶいい試合でしたね。ストーリーとしても、はい、非常に面白い。漫画とかでも読んでみたいな、こういうの。劇的な勝利、決勝トーナメントへ駒を進めました。その立役者になったルチアーノ君、イタリアのイレブンにもみくちゃにされています。やったな、やったな、ルチアーノ。俺に抱きつくの、ジーノのところに行け、ジーノのところに。ルチアーノ、やったな。ジーノ、お前までかよ。ルチアーノ、今日の勝利は君のおかげだ。どうってことねえよ。右手ぶらつかせてどうしたんだよ、怪我でもしたのか。クライフォートの最後のシュートでやられた。多分指が 2,3 本折れたかな。痛えんならさっさ病院行けよ。後でね、今はさみんなと喜びたいんだ。勝手にしろ。なんだ、もう戻るのか。何度も言わせるな、慣れ合うつもりはねえんだよ。じゃあせめてハイタッチくらいしろ。そういうのは嫌いなんだよ。じゃあ早く病院行けよ。悔しいか、クライフォート。ええ、監督。なんだ。俺たちは
強くなれますか。道はある。それにはまず厳しい練習で技と体を徹底的に磨かねばならない。同時に無数の戦術を頭に叩き込み、実践を重ねて大を学ぶ必要もある。そうして経験を積み、連動を高め、チームで意識を共有する。それが完成した時、オランダサッカーの真髄、個人と組織が一体化した最強のチームになる。それがトータルフットボール。そうだ。だが道は長く険しい。才能豊かな君たちをもってしても届かないかもしれない。それでもなるかね。はい。わかった。ならば我々も力を尽くそう。クライフォート、君にその覚悟があれば必ずたどり着く。オランダに関してもジュニアユースでは出てきてない国だったので、まあトータルフットボールとかっていうところに関してはジュニアユースでは体得してなかったと。エクストライベント、特定の選手のフレンドリーポイントを上昇させると、選手以外のキャラクターや珍しい組み合わせの選手などによるエクストライベントが発生することがあります。イベント終了後はチームの能力が上昇する効果やボーナスアビリティポイントなどを獲得できます。はい、まあ、今回三上さんとのエクストライベントですかね。いいぞ。三上さんにすごいなんか褒められてます。はい、チームバフ以降の試合での V ゾーンゲージ上昇量が増加しますといったような、なんかバフをもらうことができました。はい、ありがとうございます。おっと、まだエクストライベント続きますね。片桐さんですね。片桐さんにも非常に、今褒められております。チームバフ以降の試合での V ゾーン継続時間が延長されます。まあ、言ったようなバフまたいただきました。ありがとうございます。はい、というわけで一通りやってまいりました。セネガル戦以降の、まあ、ストーリー含めて終わりました。次準々決勝アルゼンチン戦といったようなところになります。はい、まあ、今回ね新登場国ということでセネガル戦、細かく見ていきました。いかがでしたでしょうか。すごいセネガルのね、チームメイト同士のお話であったりとか、かなり作り込みがね、すごくて、翼の世界観もかなり再現されてるんじゃないかなといったような風に思いました。いつもご視聴ありがとうございます。まあ、この辺じっくり見てっても面白いなと思います。はい、ぜひこうやって継続して、アップしていきますので、チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。次回アルゼンチン戦、やっていきましょう。それではまた。